いろんなグッズ出てるけど、やっぱこれ過去一で神グッズだよなぁ。サクッ！どうもみなさんこんにちは、ラブラビチャンネルです。ほい、ほいじゃですね、桜坂46エースシングルバックスライブ、こちらライブ開催に伴って新商品を購入してきましたので、グッズの開封レビューをしていきたいと思います。今ですね、この動画はバックスライブ1日目の公演の5月の9日の木曜日に撮影しています。はい、僕はですね、明日、10日の日ですね、ライブ2日目参戦するということで、まあ、ちょっと今日はね、仕事終わってグッズだけね買ってきましたので、購入した商品紹介していきましょう。はい、まずはこちら、ラバーバンドになりますね。はい、開けるとこんな感じですね。はい、今回のロゴが切り抜かれていて、桜坂46エースシングル、バックスライブ。この文字がかっこいいですよね。ちょっと燃えてる感じになっていて。で、幕張イベントホール、そして日程が入ってますね。今回のロゴで使用されていた、ほら、この2色のカラーリングがちょっと混ざり合ってみたいな感じになっていて、結構パープルに近い色になってますが、この感じいいですよね。ちょっとまがまがしい感じ。かっこいい。まあこれはいつもね、ライブ参戦した記念に買ってるので、はい、ラバーバンド、こんな感じでしたね。はい、続いて、推しメンマフラータオルになります。僕は推しメンの石森里香ちゃんのものを購入してきました。はい、開けるとこんな感じですね。はい、石森里香、メンバーの名前が入っていて、里香、石森、ローマ字表記も入ってますね。で、メンバーの名前のところ一部ちょっと燃えてるような感じになってるのが、まあバックスライブのこのマフラータオルの特徴ですよね。で、左側にはエースシングル、そして今回のロゴ、で、右側にまたロゴと日程が入ってるって感じですね。いや、今回のタオルさ、このカラーがさ、めちゃくちゃかっこいいんですよね。この混沌としてる感じが。デザインやばくないですか？かっこいい。これはちょっとデザイン結構お気に入りですね。はい、続いて、アクリルキーホルダーですね。こちら、推しメンのウエムとリカちゃんを購入してきました。はい、まずウエム開けてみるとこんな感じ。可愛らしいね、やっぱり。はい、僕はもうほんと桜坂の中でね、ウエムとリカちゃんがもうトップで可愛いと思ってるんで。はい。で、リナ、ウエムラ、名前も入っていて、背景がね、この真っ赤なんですけども、このね、派手花。派手花がありますね。ただ派手、こんな派手花があるのに、メンバーの方が輝いてるっていうね。ちなみに前回のセブンスシングルの時に販売されていたキーホルダーと並べるとこんな感じで。はい。結構今回の方がデザイン的には好きかな。うん、まあ、背景のこの真っ赤なね、感じは変わってないですが、結構真正面向きで、まあ、やっぱこの背景のこの派手花がやっぱすごいよね。はい、で、二人目、リカちゃんですね。いや、可愛い。マジで。めちゃくちゃ可愛くない？ほら。ちょっとあざとい感じの、いや、いいですね。で、ハーフツインしてね、バチバチにアイドルバチバチの髪型して、いや、可愛いわ。こちらも前回のリカちゃんと比べるとこんな感じで、うん、結構今回は可愛いに振ってるっていう感じで、まあどっちもいいんだけど、やっぱこのね、美女のリカちゃんがちょっと優勝してますね。はい、ではここからはランダム系の商品ですね。まずはランダム缶バッジ、こちら3個購入してきました。はい、まあちょっとね、メンバーも少ないっていうことなので、まあ少ない数で当てられるというか、これ以上買ったらちょっと被りそうだったので、今回3個にしました。ではまず1つ目、まあ狙いは先ほどもね言ってますが、推しメンのウエムとリカちゃん。はい、ここはちょっと欲しいですね。はい、では1つ目、ポン。おお、ウエム来た。やった、ありがたい、ありがた。はい、デザインこんな感じでメンバーが大きく写っていて、リナ、上村。で、背景にまたこの派手花がありますね。より缶バッジのデザインは、さっきのこのアクリルキーホルダーと全く同じ絵っていう感じだね。まぁ、ちょっとここは変えて欲しかった感はあるけど、まぁまぁまぁ、全然嬉しいです。上村ってだけで。じゃあ、リカちゃん狙っちゃうぜ。これは、さすがにね。はい、2人目、ポン。ポン。うえぇ、ちょっと待って。怖っ。うわ、かわいい。はい、リカちゃん来ました。ということで、押し込む。やばくない？ちょっと、すごっ。はい、3つ買ってその3分の2押しってやばいわ。うわ、かわいいわ。やば。これはちょっと嬉しすぎる。はい、ということで、さっきのウエムと同様、この缶バッジとアクリルキーホルダーのこのデザインは共通っていう感じですね。うん、ただなんか、こっちの缶バッジのリカちゃんの方ががぜん可愛く見えるね。はい、じゃあ缶バッジラスト。ていうか、もうじゃあね、ほんと誰でも良くなった。まあ、ただ、チュテかな。うん、チュテが今回、まあ、座長を務めるセンター務めるんで、チュテあたりを狙っていきたい。はい、では、ラスト、パン。おぉ、待って、
リカちゃん、まさかの3つ買って、3つとも推しメンでした。そんなことある？いや、嬉しい。これめちゃくちゃ嬉しいんだけど。うわ、てか、リカちゃん2つはちょっとやばいね。では、今回の開封ラスト、ランダムポストカード、こちら開封していきたいと思います。こちらね、僕、5パック購入してきましたので、先ほど同様、推しを狙ってね、引いていきたいと思います。じゃあ、1パック目。確かね、3枚入りだったはずなんですよね。うん。で、何種か忘れた。まあ、12名だから36種か。はい。なかなか、まあ多分メンバーは被らないように入ってると思うんですよね。生写真とかと同様で。はい。裏面じゃあ、わからない感じだね。はい。では、まず一人目。バン。お、小田倉ちゃんだ。いいよな。で、ちょっとね、もやがかかってるんですよ。ちょっと、ブーンってなんか残像みたいな。わかります？これ、美しいね。レイナ、小田倉。はい。一人目、小田倉ちゃん。で、二人目。バン。おー、中継来ました。はい。中継、中継元来ましたね。かっこよ。美女が強い。ちなみにこれはバックスライブのスペシャルサイトで一応画像自体は見えます。はい。それが、まあ、ポストカードとして商品化されたって感じですね。いいね。耳かけしてんの最高だわ。入ればラスト、ババン。ん、お、マリノちゃんの、あ、そうだね、この横タイプがあったわ。マリノ交差か。うわ、なんじゃこれ、いかつで、この表情。前回てかのサードシングルあたりまではね、なんかメンバー選べたりしたんですけどね、ちょっとランダム要素がね、増えてきてるのはちょっと、うーんっていう感じだね。はい、では、2パック目、1人目。バン。お、こんなりー。はい、こんなりの、これが、なんか、よりっぽい感じなのかな。いや、いいですね。表情が美しい。ありがとうございます。では、2人目。バン。お、みゆちゃん来たー。村山みゆちゃん。はい、やっぱこれとなんかね、距離が若干違うから、より、中ではないけど、まあ、で、引きっていう感じなのかな。美しいな。やばいっすね。このちょっと凛としてる感じが。ありがとうございます。ではラスト。バン。お、イートハ来た。イートハちゃんですね。イートちゃん、誕生日おめでとう。はい、今日ね、本日は、向井イートハちゃんの誕生日ということで、おめでとうございます。いや、いいっすね。この子の表情もね、いろんな表情を見せてくれるからね。ちょっと待ってくれ。もうここで出さないと、コンプはできないじゃん。うわー、厳しいね。はい、では、3パック目。おお来た。ちょっとごめんなさい。バンってやるのも完全に忘れてた。はい、リカちゃんの、いや、これ好きなんですよ。リカちゃんの、この美女、これ一番好きだったんで、これ出てくれたの嬉しいわ。可愛さも忘れてないっていうね、美しさの中に。これはありがたい。これは最強、優勝です。ありがとうございます。では、2人目。バン。おー、この、お、こんなに、あと、引きでコンプだね。躍動感ある感じで、バサーンっていう。いいですね、かっこいいね。では、ラスト。バン。お、小田倉ちゃんも、2枚目じゃん。はい。あ、結構、順調に揃ってはいる。あ、いいね。なんか躍動感あって。はい。可憐だね。さて、4パック目。リカちゃんコンプはまだあるけど、ウエムはちょっとね、コンプはもうならずっていう感じだね。よいしょ。リカちゃん狙いたい。おー、もうなんか、こうやっちゃうな。生写真のちょっと、やつでさ、表紙見えてる前提で、こうね、自然とやっちゃうわ。はい、みゆちゃん。ってことで、みゆちゃんも2枚目だ。あ、コンプが意外とリーチかかってるメンバー多いですね。いや、全然表情違うもん、さっきと。もう違いがわかりますか、皆さん。いいですね。はい、では、2枚目。バン。お、マリノちゃんも、コンプいけんじゃない？はい、2枚目。中のカットですね。なんか持ってる。俺らには見えない。なんか持ってんのか。はい。で、この澄ましたさ、このマリノちゃんのこのミステリアス感ある表情、いいですよね。不思議少女感。ラスト。バン！お！沼ちゃん来ました。大沼。アーキオちゃん。すごい。躍動感がすごい。はい。ひらっていう感じで。ターンしてる感じですよね。では、ラストですね。いやー、上村リカちゃん、共にコンパできない。ただ他のメンバーね、コンプリーチかかってるんで。よいしょ。では、ラストセット。いきますよ。バン。お、ふーちゃん。お、ここにてふーちゃん初登場ですね。はい、後ろ振り返ってって感じで。いや、肌白いな、この子。なんなん？ふーちゃんね、最近前髪作ってんのいいですよね。僕はできれば、もう、デコ出しとかもいいけど、前髪ある方が好きなんで。二人目。バン。お、
エンリコ、これ待って、ここ初登場パックじゃん。エンリコちゃん、うわー大人っぽいね。大人っぽい表情だわ。これはもう赤ちゃんなんて言わせないっていう感じの表情してますね。かっこいい。ではラスト、ちょっと待って、ウエムが来てない。はい、ラストのメンバーこう見よっか。パン、おー、リカちゃん来たやん。はい、わー惜しかったね。はい、後ろ向きでちょっとひらっとなびかせて、ハーフツイもちょっと見せつつ、このちょっと見て、この表情かわいい、かわいすぎる、マジでこの子。はい、では今回購入した商品ラストですね。油をさせ MV 衣装の生写真になります。はい、こちらは僕はね、今回10セット購入してきました。開封は今回しないんですが、まあちょっと表紙だけね、紹介していきたいと思います。はい、まずは、これチケですよ。冒頭、MV 冒頭の態度悪いチケ。これさ、生写真になってくんないかなって言ってたんですけども、これがさ、早々出てくれて、めちゃくちゃ嬉しい。ちゃんとポップコーンも持ってる。いやー、かっこいいね。で、ウエムより、ありがとうございます。これはちょっと、やばかった。はい、そして、おい、エンリコ。エンリコちゃんの引き。今回衣装がね、2パターンあるんですよね。はい、続いて、はい、村山美優ちゃんが、美しいね。はい、それが、2枚ということで。はい、そして、はい、糸葉より、かわいい。はい、で、続いて、おい、ふーちゃん。いいね。おでこ出してる。そして、おい、小田倉ちゃんがほら、見て、こんな態度取ってるよ。あのお嬢様が。このギャップが素晴らしいね。はい、続いて、おい、こんなにかっこいい。衣装がかっこいい、まず。はい。で、ちょっと足放り出してみたいな。いいね。で、ラストが、ヒカリンですね。マジでこの MV 衣装最高すぎる。はい、ということで、このね、生写真の開封はね、後日動画にしたいと思いますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。はい、どうも、いつもエースシングルバックスライブの新商品の紹介開封をしていきました。いや、最高でしたね。引きもすべて含めて、満足、生写真。はい、後日ね、開封するって言ったんですけども、まあ、その結果次第で、ちょっとまあ、この後ね、生写真の開封はするんですけども、まあ、それでちょっと追加するかは決めようかな。まあ、グッズはね、ほんと大満足でした。もう、全部ね、デザインもいいしね。では、本日の動画、これで以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またですね、桜坂46の関連動画どんどん上げていきますので、よろしかったらご覧いただければと思います。ではまた次回の桜坂46関連動画でお会いしましょう。バイ。